おはようございます。 Day 3 です。昨日はねめちゃくちゃ疲れていて、時差ボケと移動疲れっていうのもあるんだと思うんですけど、すごい寝ちゃいました。多分ね9時半から朝の7時ぐらいまでね寝てしまったので、かなりね元気です。はい。で今私は、ニューメキシコのサンタローザというところにいるんですけど、次の町がねトゥクカムリっていう町に今日ホテル取ってるんですね。ブルースワローモーテルっていうところなんですけど、でそこってねこっから1時間くらいの場所なので、ちょっとねもう一度アルバカーキに戻るか、このサンタローザの町まだ見てないので、ちょっとまずは午前中見てちょっとね行き先を決めようかなと思います。はい。ではね早速ちょっとパッキングして、車に移動したいと思います。よし、よいしょ。はい、荷物をね積み込みました。忘れ物はないですね。忘れたら大変ですからね、帰ってこないですよね。カメラ2台こうやって、大判がここ、トランク2台この子 OK ですね。大丈夫ですね。はい。ではねチェックアウトしたので、というか、キーを入れただけなんですけど、ちょっとサンタローザの街を見ていきたいと思います。まずあのレストラン、昨日夜夕方ね撮った、もうちょっと見ようかな。おいいですね。素晴らしい。よし、ちょっとこの木陰に止めて撮影してきます。また夕方見るのと昼朝見るのね全然違いますね。朝光がすごいシャープですね。ちょっとまずね構図をこのファインダーで決めます。180がベストなんですが、180のレンズが使えないというちょっと不便なところがね、とりあえず150にしよう。ポートラ400にします。ちょっと風が強いんでね、シャッタースピードは担保したいので、で ND4 をつけるので、ISO 100で計算していきます。入射光だと F11 ですね。じゃあちょっと反射光で、レストランの赤が8-9-11、レストランのレが F16、黄色の S のところの黄色が16、黒が11、白が22、でシャドウが11、OK、いいですね、OK、11半でいこうかな、OK。はい、ではシャッタースピードを250にして閉じます。 OK、 ピントは OK で F を11と半分ぐらい、11半。 OK、 一回シャッターチャージ。でシャッターはねもうあらかじめ全部スピード測ってて、このレンズは正確に出てるのに250、 OK、 出てます。ではそーっと入れます。 OK、 装着完了。 はい、無事に撮影がね終わりました。実は無事ではなかったんですけど、 ND を付け忘れて2枚撮ってしまったので、撮り直しました。2000円の損失ですね。はい、しょうがない。ただプルー処理でどうにかねレンズはできるかなと思うので、ちょっとやってみようと思います。ではね、次の場所に移動してみようと思います。はい、レストランの前で1時間半ぐらいいましたすごい
別にあの構図を変えたりね、いろいろやってたんですけど、思ったより時間がねかかってしまいました。はい、ではね、ちょっとサンタローザの街を見つつ、ちょっとね後ろに気になった被写体があったので、一回ちょっと戻りつつ、撮影していこうと思います。ちなみに私が泊まってたホテルすぐそこなエコーラウンジなので、まだこれだけしか動いてないです。はい、今日はね幸先いいですね。はい、昨日はねこの辺ちょっと歩かなかったので、少し歩いてみようかと思います。いいとこですね。やっぱりちょっと道が結構広いので運転もしやすいですし、いいですね。あ、ちょっとね向こうの方は雲が出てきてますね。なんかいい感じですね。キューバでは現役の車ですけどね。はい、ではここちょっと撮影していきます。はい、ちょっとね歩いてるんですけど、なんか素敵な風景ですね。車通りも結構少なくて、風だけが結構強い感じ。こっちはもう草原な感じですね。でちょっと家がね点々としてる感じです。あ、いいですね。あ、なんかちょっと古いガソリンスタンド発見しました。もうやってないですね。ほら、この看板も木にどんどん飲まれてっちゃってる。ちょっとこれは撮影しようかな。ちょうどねここはヒストリックルート66ニューメキシコですね。ああ、素晴らしい。はい、車に戻ってまいりました。思った以上に取れ高がありましたね。はい、ではですね、ちょっとこの辺もう少し回ってって言ってもですね、今もう11時半なんですよ。2時間ぐらいここで撮影してましたね。素晴らしい。ではちょっとね移動しましょう。まずはちょっとヒストリックルート66を、今日なんか車が少ないなと思ったんですけど、多分あれですね、土曜なので休みですね、みんなね。ガソリンスタンドさっきちょっと撮ってきたんですけど、後で大盤でも撮ろうかなと。ちょっとね少しこの辺を回ってみようかと思います。この辺はすごい RV パークがね多いですね。やっぱキャンピングカーでね旅してる方多いので、あとは車屋さんがすごく多い。ちょっとこの辺から見てみようかな。なんかこの辺すごく廃れてる感じはしますけど、この辺の遊具とか、あとこっちのガソリンスタンドとかね結構印象的ですね。はい、ちょっと古めのガソリンスタンドがありました。はい、ちょっとねここからは入らない方が良さそうなので、ちょっと外から撮りましたけど、なかなかいい感じですね。よし、はい、車に戻ってきました。あー、なんか疲れたな。もう気づけば12時なので3時間ぐらい経ってますかね。はい、でよく考えたら昨日の夜すぐ寝てしまったのでご飯食べてないので、実はアメリカ来てまともなご飯食べたのって DQ のバーガーぐらいなんですよね。ちょっと痩せちゃうなこれは。はい、一応なんかプリッツェルとかね軽く食べてるんですけど、意外と何も食べてないのでお金もあんま使ってないですね。はい、ではですね、ちょっと昼ご飯県で探しつつ
いくつかまた撮りながらですね、行こうかなと思います。はい、サブウェイ買ってきました。はい、今回は、ホットショットイタリアーノっていうのにねしました。初めて見る、ニューって書いてあったんで初めて食べるやつです。6インチにして、$6.69、そしてクッキーと、ミディアム、ミディアムってこれラージっぽいですけど、ミディアムのソーダ入れて$11.14ですね。これも1500円ぐらいですかね。はい、なかなかのお値段でございますね。ではいただきたいと思います。僕はねチップスではなくてクッキー派なんですよね。はい、ホワイトチップマカデミアってのがね結構美味しいんですよ。はい、6インチでフットロングっていうのがねこの倍のやつで、値段はね倍にならないんですよ。10ドル手前ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと控えめにしようかなというところで、はい。タラーン、めっちゃ美味しそうじゃないですか。こんな感じです。はい。ホットショットなのでハラペーニョとかね結構入ってる感じですね。これは最高なんじゃないですかね。うん、めっちゃ美味しいですね。うん、でブレッドをですね選べるんですよね。で僕はイタリアンハーブ&チーズっていうのを選ぶんですけど、これがねめっちゃ美味しいですよ。なのでそれと組み合わせると最高ですね。ハラペーニョマシマシで入れてもらったんで結構辛いですね、一口目から。うん、いいですね。ではガソリンをね入れましょう。ガソリン、はい、ここパイロットっていうねお店らしくて、ガソリン3ドル39、結構安いと思いますね。よし、じゃあちょっと入れましょう。はい、3ドル99ですね。はい、入りました。9.13 ガロンで31ドルですね。まあ悪くないですね。はい、はい、ここのねトラックターミナルが昔あった場所だと思うんですけど、すごくいい感じなのでこの辺をちょっとね撮っていきたいと思います。なんかねネオンついてたらねもっとすごい素敵なんでしょうね。はい、はい、撮影やってきました。いいですね、すごい時間かけちゃいましたけど、まあね大盤は時間かかるのでいいかなと思います。ではちょっとルート66沿いをまた運転していこうかと思います。通りはヒストリックルート66、ちょうどね今右側に看板出てますけど、はい、古いルート66ですね。この辺結構ガソリンスタンドいっぱいあったんですね。全部取り壊されてる。そこもいい感じですね。ちょっと離れられないな、ここ。はい、結局ね、この通りですね。僕は止まった通りがあるヒストリックルート66だったっぽいので、次ね、また I40 に乗って行かなきゃいけなかったので、ちょっと行ってないところがないか確認しようかと思います。大した距離じゃないので行ってみようと思います。普通の人だったらまあ5分で倒り過ぎそうな
道ですけど、結構僕にとっては意外と取れ高のある通りでしたね。はい、この辺で先ほど取ったとこですね。はい、こっちもトラック、左側がねトラック屋さん。はい、一応ねこちらもルート66ですね。結構こっちは開けてたりしますね。あ、スーパー8っていうねモーテルです。これはモーテル多いですね。ちょっとロケハン、さっきのエリアかなり良かったですね。はい、まさかなんですが、I40 に乗ってしまいました、はい、道がややこしくてずっとまっすぐ行ってたら I40 イーストかウエストにしか乗れないっていう道に入ってしまいまして、U ターンする予定がちょっと車が混んでて入れず、今 I40 を運転しております。はい、5マイル行ったら出口があるのでまたそこで U ターンして戻ろうかと思います。ちょっとミスってしまいましたね。なんかめっちゃ雰囲気あるじゃないですか。うわ、このキャンピングカーとか年季入ってますね。よし、はい、飲み物とお土産を買ってきました。こちらです。じゃーん、ちょっと写真展開場に置こうかなと思って気軽に、値段書いてなかったんで持ってったんですけど、いくらだろうこれ。 14.99 プラスタックス、たっけーこれ2000円、これ怒られちゃいそうだな。しょうがない、これ今日行ったところのこういうのちょっと飾るのもいいじゃないですか、はい、必要経費にしましょう。はい、でなんとねアメリカにアンスイーティッドの飲み物があったんで、これも値段書いてなかったんで持ってったんですけど、 3.89、 高々味のついてないお茶が、はい、500円ってことです。これ1本、高いですね。はい、ここで約3000円も使ってしまった、ショックですね。味はこれで甘かったらもうすっげーこぼれたし、もう冷たいブラックティーっていう感じでございます。衝撃的です。はい、じゃあちょっと無駄遣いを私はしてしまったので元の位置に帰ります。はい、ではまたサンタローザまで戻ります。はい、サンタローザに戻ってまいりました。はい、さっき間違って強制的に乗せられたところでございます。はい、ステッキやん、あ、開いてないのか、ほら、ちょっとここのコーヒーショップやってなさそうですが、この辺のレストランとかモーテル、モーテルはねちょっと潰れてるんですけど、かなりいい雰囲気ですね。はい、はい、ではねこの辺を撮影していきたいと思います。はい、ではここから、インターステイト40イーストに乗りたいと思います。
ではさよなら、サンタロザ。いい街でしたね。よいしょ。はい、ちょっとこの出口で一回出ようと思います。でちょっとね、一個戻ろうかと思います。さっきちょっとこの辺撮影するものあるか一回確認して、ありそうだな。いいもん見つけましたよ、もう右側。じゃあ止めれるかどうかですね。はい、ここはねニューカークっていう町なんですけど、もうほんとオフロードと廃墟しかないですね。はい、でちょっとねこの辺67で撮っていこうと思います。ちょっとねカメラを首元につけたので多少揺れるかもしれないですが、よし。いやすごいですね。もう結構壊されちゃってて難しいですかね。ちょっとここ1枚、このビスタミニマートって何だろう、ビスタミニマートって何だろう。あ、ここはビスタミニマートっていう名前だったのかな。このね雰囲気も、ということはピックアップトラックが、あ、ピックアップトラックを切断してそれを引っ張れるようにしてるんですね、残った部品を。こっちは人が住んでんのかな。結構荒れ張ってますけど、なんか昔のピックアップトラックとかが捨ててあります。結構ねいい感じに撮影ができました。よし、じゃあちょっと車に戻りつつ、もう少し撮れるそうなものがあったらね狙ってみたいと思います。ではね出発します。いやここはもういい場所でしたね。いや進まなくなってきましたね。素晴らしい全然つかないですもん。じゃあちょっと一つ前のところに行きたいと思います。すごい、驚くほど廃墟しかないんですね、この辺は。この辺はというかルート66の特にヒストリックの方はかなり古いからですかね、もう人も住んでないですね、これ全部そうですよね。ではねちょっとこの通りを少し見てこようと思います。とりあえず大判持たずにこれだけでいいかな。あ、フィルム切れてる、ちょっとフィルム入れ直さないと。はい、ちょっとこの辺を撮影してみようと思います。もうほぼ車通りがないですね。鶏の声がしましたね。よし、ではちょっと見ていこう。まずこっちから見ていきましょう。結構やっぱ古い建物ですね、こうやって見るとね。すごい味があるな。なんかのこれ倉庫でしょうね、多分ね。で小さなモーターホームがねいっぱいありますね。これはアリゾナでもいっぱいありましたけど、あ、みんな結構こういうモーターホームにね住んでる方が多いのかな。やっぱりこの木とかちょっと印象的じゃないですか。でアメリカっぽいでっかいさカラーコーンがあったり、あとはこの木の形がすごい印象的だったので、この辺もね撮影しました。あとねこの辺のモーターホームもやっぱねこの、まあ、人が住んでたっていうかね、そういった誰も気に留めない世界っていうのもあるので、ちょっとそういうのもねせっかくだから写真に収めました。
はい、すごい素敵ですね。まだ住めそうですけどね、これとかね。もう長らく住んでないんでしょうね。ここの倉庫にもね、すごい素敵な古いキューバとかでね走ってそうな古いトラックが、もうもちろん動かないでしょうけど置いてあります。ちょっとこの辺もね撮ってみました。いやー、被写体だらけですね。ねえ、なんかここは多分食べ物屋だったと思うんですけど、キッチンがあったり、すごいやっぱなんか人はいないですけど、そういうね雰囲気をちょっと感じられますね。すぐ後ろのねルート66ガスステーションでファンタのパイナップルの缶を買いました。やっとなんか良心的なサイズ缶で1.23ドルなので、まあ、150-160円ですか。リーズナブルじゃないですか。 あうまい。よし、ではちょっとだけ戻ろうかな。どうしようかな。いや、後悔したくないけど、もうね戻ることないと思うんでね、戻っちゃおうと思います。ウエストに戻ります。アルバカーキ方面、サンタローザ。本当はトゥクカムリなんですけど、一個いいとこあったんですよね、さっと見た感じなんですけど。はい、エグジット284で出ます。はい、さあいい被写体はあるでしょうかね。あ、結構なんかもうボロボロになった場所ばっかりですね。この辺の木とかですね、あとここにあるちょっと何入れるか、オイルか水か入れるやつとか、あとこの木もねかなりいいですね。それから向こう側にちょっとね見える家というかね、家とこの木のバランスとかも結構いいので、ちょっとこの辺を中心に撮影していこうかと思います。なかなかいいのが撮れましたよ。はい、フィルム1本分ぐらい撮りました。はい、5時20分なので、そろそろトゥクカムリまで向かいたいなと思います。はい、では40分ですね。もしまあ、ただ途中いいのあったらね、行きます。はい、では出発です。ここはでも車通りなんてないですよね。あんまり用のあるエリアではなさそうですもんね。はい、では出発します。はい、ではイーストの方ですね。間違ってウエスト行っちゃわないようにします。はい、もうこのまままっすぐで I-40 イーストです。はい、もう今日ここなんか2回目ですね。はい、まもなくねトゥクカムリです。ヒストリックルート66ネクスト5エグジットって書いてあったので、ここから5つはどこ出てもルート66ってことですね。で、僕は最初のエグジットを出ます。この辺はすごい廃墟が多いんですね。はい、この辺をねちょっと撮っていこうと思うんですけど、これねシェルですね。そこそこ新しいと思うんですけど、はい、結構もうね閉まっちゃってますね。ここフードマートって書いてあって、もうボコボコに壊されちゃってますね。なんか悲しいですね。はい、結構幹線道路からね、ここが I-40 なので近いんですけどね。はい、
じゃあちょっとこの辺撮影していきます。廃墟ばっかりですね。何があったんだろうってぐらいずっと廃墟ですね。あ、なんか開けてるところに結構いろんな院があったりモーテルがあったりしますね。あ、この道沿いってことですかね、多分ね。お、今の日がすごいいいですね。お、いいですね。ここもちょっとまずはロケハン。やっぱトゥクカムリの店すっごい閉まってる気がしますね。ほぼやってないですよね、これ見ると。この辺モーテルがすごい集まってる感じですね。あ、素敵。かなりルート66押し気味の街な感じがしますね。トゥクカムリ US66 って書いてありますね。言ってもなんかそんな人が歩いてないですね。車はね走ってるんですけどね。なんかダラーショップが多いですね。日本でいう100円ショップみたいなのが多いですね。はい、そろそろブルースワローモーテルっていうのが出てくるはずなんですけど、およそ 0.25 マイル先左方向です。もうモーテル取り放題じゃないですか、この辺すごいいいですね。左方向です。あ、続いて左方向です。ブルースワローモーテルここですね。はい、チェックインしてきました。めちゃくちゃいいオーナーの人たちでした。10番のね部屋です。ではね早速行ってみましょう。すごい行きましょう。ここの部屋ですね。全てオリジナルだそうですよ。1940年代からの。この電話なんかもね全部動くそうです。素晴らしい。 OK、 トイレもね昔のままらしいです。すごい素敵。はい、ではねちょっと荷物を入れていきたいと思います。はい、本日の宿はブルースワローモーテルです。ずっとね泊まりたかったモーテルで、やっとね夢が叶いました。はい、で夜に向けてねちょっと構図を作っておこうかなと思います。ちょうどね今日没した感じです。はい、でカメラはリンホフに、150mm のニコンですねつけてます。で、フィルムはポートラの400を使っていきます。でこんな感じで全部カゴに入れて持ち歩けるので、カゴはねやっぱ持ってきといた方がいいですね。はい、ではね早速撮っていこうと思います。では構図完璧だな。ネオンもすごいいい感じ。よし、じゃまず夕日から撮っていこう。ここもスポットメーターですね。逆光なので。OK、 閉まってます。チャージ1/4。 OK、 F は8。 OK、 じゃあ1。真剣に撮ってたらもう夜9時になってしまいました。はい、今9時の状態はこんな感じですね。いいですね、素敵。はい、結構ねいいのが撮れたんじゃないかなと思います。
デイスリーも無事に終わりました。今9時でございます。はい、明日はですねついに、テキサス州に入っていこうかなと思います。はい、で今日はね本当にブルースアローモーテルめちゃくちゃスタッフの人もねいい人ですごい撮れましたね。はい、ではですね、デイ3から今度はデイ4に続きます。